改装されたデボン海洋博物館なんですけど、なんかここら辺が少し変わりました。ちょっと前の思い出せないぐらいもう忘れちゃってるんですけど、ここが段差が変わってしまいました。確かなんかここにブロックみたいなのがありましたね。あ、そう、こんな感じのがあった気がする。こんな感じのがね。今回は二人のゲストにお越しいただいております。まず一人目。普通のイカちゃん。そして二人目。頭が少しとんがってるイカちゃん。で、この二人にここに立ってもらいましょう。するとね、トサカだけなんか飛び出てるんだよね。やっぱ頭がでかいから飛び出てるんだよ。この角度からしたらイカちゃんの方見えない。けど、トサカの方は見えるんですよ。ここが頭でかいと見えちゃうんだよね。っていう小ネタでした。もし、デボン来たら、帽子をかぶらない方がいいかもしれない。以上。はい、間違えました。こちらぐらよろしくお願いします。ホテルニオトロ。で、ですね、多分聞いてたらわかると思うんですけど、僕の喉がですね、悲鳴を上げてまして、ちょっとした体調不良、なんですけど、大したことないんですよ。大したことないけど、なんか喉にすごい変な力を感じるというか、とても違和感を感じるんですよ。危ない。ナイス。で、ゲームするには全然しばらくてやれた。よいしょ。そう、なんか喉を喋るのにね、いつもの3倍ぐらい力をね、使わないといけない。全然ゲームするには問題ないんですよ、本当に。だからチャージャー使えるぐらい。ほんとさっきからちょっとチャージャー使ってるんですけど。帰ったな。あとリッターだけだ。なんかね、チャージャーあんま使ってこなかったんですけど、昔俺チャージャー使ってたんですよ。このスコープ、特にスコープね。びっくりしすぎて。びっくりしすぎて作っちゃった。割られる。帰ったふりして。残念でした。残念でしょ。おっしゃ。あ、降りてきた。俺、一旦降りてきたぞ。あ、逃げたわ。俺も逃げるわ。あ、なんかいる。いや、上にもいる。無理。でもこれ、時間稼ぎにはなってる。あ、帰りました。ごめんなさい。よし、時間稼ぎになった。関門到達するまでの時間稼ぎには大したことねえや。そんな大したことない時間稼ぎになった。ハイドラ。いや、強っ。あ、危ねえ。びっくりして。びっくりした。破裂。いや、いいね。おい、イカセ好きだね、やっぱ。はい。行った、ラストリ行った。帰ったね。リタ結構下がる。おわ、抜けなかった。あ、ナイス、やってくれた。いや、ローラ怖かったね、今。あ、ナイス。下いる。はい。ちょっとこれで時間稼ぎしましょう。これで乗ってるとさ、なんか打つ気なくなるよね。危ない。はい。抜けないか。うえー、抜かれたー。右かー。射程長っ。めっちゃ射程長いじゃん。11まで進めてくれてる読み方が。ありがてえ。もうさ、第2関門突破したあたり結構きつくない？相手からしたら。射程長いじゃん、みんな。あとなんか時間稼ぎしてるだけでいい気がしてくんな。いった。あ、近づいちゃおう。変なとこで。あいつ変なとこで。やがった。チャージキープやりがった。びっくり。やっぱイカスビア好きだわ。ただちょっとびっくりすると俺使っちゃうわ、イカスビア。ねえ。帰ったかな。やっぱハイドラとかで全然、スプラスコープマジで強い。一番使いやすいかもしれない。いつもスコープないんだよな。チャージキープある方が確かに強いけど。たまにはいいかもしれん。みんなやられちゃった。時
間稼ぎしまーす。危ない。イカスミは持ってるだからな。なんか使いたいな。来てますね。怖い。うら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 。スミヤだぞ、うらうらうら。はい。なー、一人しか持っていけないか。頑張れ。あとはもう、あともう声省エネしてる今。喉を省エネ作戦。あい。あれ？あい。オッケー。足場なくなってかわいそうだった。今何？リーターそこまで届くの？え、そっからだって今押せん何？すごいよ、だとしたら。届くとしたらすごいよ。え、なんか時々さ、ゲームの仕様かわかんないけどさ、インク変に飛ぶことあるよね。あ、なくなんない。これ止めれば勝ちなの。え、当たんない、ごめんなさい。いいや、もうこれで。割られちゃった。この試合初めて割られました。あ、3落ちしてる、まずい。いや、嫌な時間帯。嫌な時間帯、これ飛べれば勝ちなのに。あー、ローラー来た。あれ、下で。あー、ありがとう。あー、よし、当たった。あ、ナイス、ナイス、ナイス、俺だ。よかった。あー、怖かった。危ねえ。危なかったね。よかったか、出て。お疲れ様でした。ちょっと射程長かったな、相手の。